こんにちは。アマゾン,ンスサポーター、堀秀夫です。アメリカアマゾンに新しい制度、アマゾン 2D バーコードと、このバーコードを貼れというのがね、新しくできました。これアマゾンの偽物、あるいはコピー商品の防止策です。このね、懸命インポータント、2D バーコードリクアード4という このメールが来たら内容は 2D バーコード貼れというね内容です。で、これえ自分で作って貼るというバーコードではなくてメーカー、メーカーがこの Amazon に申請のこれは本物だというね証拠でこのバーコードを必須にしてくれというふうにリクエストしてメーカーが登録するとこのバーコードをね でメーカーからこのバーコードをもらった人でないと、えーまあ、当然商品に貼れませんのでね、えー、このバーコードが貼ってない商品は、えー、売れなくなるというような、ねえー、仕組みです。ですからね、自分が、えー、メーカーになると。ブランド登録してメーカーになる。えー、そうすると Am、Amazon、え、に、ー、この申請をして、このバーコードシールで管理をすれば、えー、相乗り、 あるいはね、えー、偽物、粗悪品、えー、そういうのの、えー、出品を排除できます。まあ、こういうバーコードね、で、これを何枚、えー、発行してますというのを登録するんでね、えー、これなかなか Amazon もやっぱ偽物、えー、あるいはね、コピー商品、ライセンス違反、そういうのに対しての、えー、取り締まりをさすがに強化してきたなという感じです。 まあ今のところ、えー、アメリカだけで、まあ、オーストラリアにはね、えー、この制度ないですけど、えー、アメリカアマゾンやってる方は、この通知が来たら、えー、この通知書に書いてある日付、まあ、この今回来た方は6月の17日、まあ、これ以降はこのバーコードをね、えー、貼って送らないと受け付けてもらえないと。で、多分受け付けてもらえないのみならず、これどこから仕入れたというようなね、えー、お尋ねがあって、えー、ちゃんと答えにならなかったら、 まあその商品売れなくなるのはもちろんまあサスペンドの危険があるということなんでね、この通知が来た商品については、日付以降は納品しないというのをね、しっかりと守ってください。まあ、もし、これらしき連絡、あるいは他の連絡でも Amazon から連絡あった際はね、すべて相談していただいて、相談の上返事した方が安全ですんで、お気軽にご相談ください。 以上、a m a z o n i サポーター、堀秀夫でした。